あなたの願いを叶えましょう。こんにちは、願望実現の女神あやこです。この動画は楽しみながら見ていただくことで、願望実現、願いを叶えていく方法、思い通りの人生をクリエイトしていく方法など、願望実現歴10年の私あやこが分かりやすくお伝えしていきます。どうぞ今回の動画も最後までご覧ください。今回の動画のテーマは、怖いくらいの願望実現は心の豊かさと内面からの変化で叶う。さあ、この豊かさ、ね、一体あなたにとって豊かさって何でしょうか。この豊かさっていう言葉を結構ね、願望実現でも使ったりするんですけれども、この豊かさっていうものは人によって定義が違ったり、文化によって違ったりするし、意外に抽象度が高いから、豊かさねって分かるような、分からないようなみたいな、そんなお声をいただくことが多いんですね。なので今回のこの動画では、豊かさっていうものがよりはっきりとイメージしやすいように、逆側、つまり貧しさっていうところにフォーカスを当てて、でその逆側から考えることで、あ、そうか、これが豊かさなんだねっていう風により分かりやすくなっていく、そんな構成にしています。ということで今日はね、この願いが叶わない、願望実現力をぐんぐん下げてしまう心の貧しさ、心の貧しさにフォーカスを当ててお話ししていきます。ではこの願望実現力を下げてしまう、この貧しさのエネルギーの中で一番注目していただきたいのが、ケチのエネルギーです。あの人ってケチだよねとか言って使ったりしますけど、あんまりいい表現として使われませんでしょ、ね、褒め言葉として、使ったりしないですしね。でだからこのケチっていうのは、ケチな人って好きですか？ね、だからあんまりそのケチっていうのがいいエネルギー、いい波動じゃないっていうのは、もう皆さんなんとなくね、感じていらっしゃることだと思うんです。はい、だからその通り、このケチのエネルギーっていうのはすごくエネルギーが低い、波動も低いっていうようなことになります。で、このケチ、日常的に私たち使っていますけれども、今日はちょっとね、辞書でしっかりと意味を調べてみたのでね、そちらをご紹介しますね。でケチはいくつか意味があるんですけれども、まず人の性質を表すものとしては、必要以上に金品を惜しむこと、そして気持ちが卑しく心が狭いことというのをケチというふうに辞書では定義してあるんです。そうだから、こう惜しむ感じね、しかも必要以上にね、そして気持ちが卑しくて心が狭いっていうね、それをケチと私たちは表現している。確かにね、言われてる、そうだよねってね、いう感じだと思うのね。だから本当にこの心の豊かさっていうものと真逆にあるっていうものが理解できたんじゃないかなって思うんです。そして物事に対してもケチっていう風な言葉を使うようなんですけども、その時には価値のない粗末なものをケチって表すんですって。だから私たちがケチのエネルギーを持っていると、自分は価値のない粗末なものっていうようなエネルギーを発しているっていうことと同じような感じになっちゃう。それはもう絶対に願いが叶いにくくなる波動だってわかりますでしょ。そしてこのケチと、節約倹約の違い、ちょっとねここでご紹介しておきたいんですけれども、でこの節約しているっていうのとケチっていうのはエネルギーが全然違うんですね。で、節約倹約というのは、こう無駄を省いているとか抑えている、あと何のためにその出費を控えているのか、目的がこうはっきりしているみたいなものの時に倹約とか節約っていう表現を使うから、そもそもそのケチの必要以上に惜しんでいる感覚みたいなのとちょっと違ってくるということなので、エネルギーとしては全く別のエネルギーになっているということなんですね。だから倹約節約とケチをこう混同しないでね、この動画をね最後まで見ていただきたいなっていうふうに思っております。はい、ということでまずここまでで、このケチのエネルギーが願望実現力を
ガン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 と下げてしまうということがわかりますよね。はい、では今回の動画ではお金以外のケチなエネルギーについてお話をしていきたいと思います。ではお金以外のケチをやっていませんか？チェックしていきましょう。誰かに頼まれた時にこんな風に返事してしまうことないですか？あーめんどくさい、だりーとか、うざい、無理ね。これ結構言っちゃってるとか、あと若い人は本当にこのめんどくせえ、うざい、無理って言いますよね。実はこれケチのエネルギー、豊かさとは真逆のエネルギーの言葉になるんですよね。時間をケチっている、労力をケチっているっていうことにつながります。例えば誰かにね、まあ家族とかでもさ、なんかご飯食べてる時にお醤油取ってとか言って言う、ね、その時にあ無理だるいとかうざいとかめんどくさいとか言って言って、ほんのちょこっと自分のね手を伸ばせば届くんだけれども、もうそういう労力とか時間とかをその人のために割くことをケチっているっていうことになってくる、ね、よくこういうことって日常的にあるでしょ。それ取ってって言われたら無理無理に言う特に子供たちねよく言ったりとかするんですけど、でこれ本当に体がだるくてもう動けないっていう時あるでしょ。でそういう時と話別ですからね。そうで、できるのにただめんどくさい、その人のために少し動いたり何かするのが嫌だっていうね、ここがケチのエネルギーになっているっていうことです。でこれね、いつも本当に、ね、全部やりなさいとか 100% ね、そういうふうに言われた時にやりましょうっていうお話ではなくね、こう今まで無意識のうちにあ無理、うざい、めんどくさいっていうふうにして、何も考えずにこういうふうな、言葉とか、態度をしていたことっていうのが、そのケチなエネルギー、心の貧しさ、つまりは心の豊かさを育んでいくことを止めてしまっているエネルギーだっていうことに、今回のこの動画で気づいていただきたいんです、ね、だからここをやめていく、無意識のうちにめんどくさいっていうのを言いそうになった時にやめて、はい、いいよ、やるよ、ね、そして最終的には喜んでみたいなね、そんな感じになっていくと豊かさっていうものの方にシフトしていくわけです。どうでしょうか、ね、このめんどくさい、無理、うざい、ね、ここから卒業して、このケチのエネルギーから卒業して心の豊かさを育んでいきましょう。そして今時間と労力のケチについてお話ししたんですけれども、続いてこんなものもケチっていませんか？言葉をケチっていませんか？言わなくてもわかるでしょう。説明しなくたってもうわかるよねとか、そんな風に言葉というものをケチったりはしょったりしていませんか？特に身近な人間関係の中、親子だったり、まあ夫婦だったり、あと同じ職場でいつも同じようなメンバーでいた時っていうのは、あまりにも言葉の中こう使っているものが同じような日常的になっているから、そういうものをこう省いていってしまったりとかってすごく起きることだと思うんですよね。さっきの食卓でお醤油取ってって言って、で取ってもらった時のありがとうっていうこの言葉一つ、うん、これも、まあ、家族だからいいやと思って取ってもらったものに対してありがとうっていう言葉をケチったりみたいなね。そう、言わなくても理解するのが当然、言わなくても分かってるだろうっていう風にして、そこをケチっていく、このエネルギーが心の貧しさになっていくっていうことで、プラスあとそういう感謝の言葉とかももちろんなんですけれども、例えばよ、愛してるって言わなくても分かってるでしょとかね、よく男性は言うんですよ。だけど言わないと分からない、それから結局これもね、言葉っていうものをケチっているっていうことと同じことになるんですよ。相手のいいところ褒めていくとかね、そう、こういうことも言わなくても分かってるよね、表現しなくても分かってるよねって、ここがそのこう惜しんでる感じになるから、ね、そこをねしっかりと、あ、そっかそっか、それケチるんじゃなくってちゃんと伝えていこうっていうふうにね、伝えるためには
どんな言葉がいいのか考えるでしょう。だから脳がエネルギーを使うんですよね。ね。で、そしてそれを表現していくっていうことなので、本当に実はここですごいエネルギーをたくさん使っているってことになるんですよね。で、しかもそのエネルギーを使うということが豊かさを育んでいくために使っているってなったら、これは願望実現力がぐん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 って上がっていくでしょ。だから、その言葉っていうものも蹴散らずに、身近な人間でも分かってるだろうじゃなくって、分かっていることもきちんと言葉に表現して、そして伝えていきましょう。そして感謝を蹴散っていませんか。もう感謝は大切、ありがとうは波動がいいとかね、もう至るところで言われていて、そんなことあやこさん分かってるっていうね方も多いと思いますね。だからここでももう一回言います。感謝は大事、しかも感謝をちゃんと言葉とかね表現をしていくってことも大事。でもね、なぜか私たちってその一番近しい家族ね、あと特にねよく聞くのがパートナーに対してこのありがとうって言えないっていう人すごく多いんですよね。で、なんでか知んないんだけど、ありがとうって言ったら負けみたいな、どういう競争とかどういう何か何戦いが起きてるのかみたいないうこともねたまにあるんですけども、本当に近しくなってきたりするとこのありがとうがね言えなくなってきてしまうんですよね。そうで、あとそんなこと当たり前だから感謝ってわざわざ伝えなくてもいいよねみたいにして、この当たり前って言って思うことも多いと思うんですけど、でもご飯作るのも当たり前じゃないし、お掃除ができてるのも当たり前じゃないし、ね、洗濯だってできてるのが当たり前じゃないし、ね、朝起きるのも全部当たり前なことなんか何もない。あとね、健康でいるとかそういうことも当たり前だと思ってるけど、ね、亡くなったら当たり前じゃなかったってことに気づくわけですよね。だから本当に当たり前のことは何一つないっていうこと、ね、だからそれをありがたいっていうふうに表現するわけですよね。だからその一つ一つの行動とかに、ね、感謝を持つことで、持ってたとしてもそれを表現してなかったら、先ほどお話をした言葉をケチっている、でその言葉を表現するこの自分のエネルギーとかいろんなものを動かすものをケチっているっていう、このケチのエネルギーになるわけだから、きちんと感謝を持ち、そして感謝を感じ、そしてその感謝の言葉を表現していく。で、そうすると本当にありがとうっていう心の豊かさが表現されていって、ね、そのエネルギーがあなたに満ちてきて、そしてあなたの周りにもそのエネルギーが波及していくから、願いがぐん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 ね、いやーもう怖いくらい叶っちゃうっていう領域に入ってきます。だからこそ今日からこの心のケチね、時間労力言葉感謝のケチというものを手放して、そして自分の時間労力言葉感謝を使っていくことがあなたの心の豊かさを育ててくれます。で、そしてこれが育っていけば、大きくなればなるほど、そこに入ってくる豊かさの総量が大きくなって、ね、そしてこの大きな豊かさのエネルギーが願望実現を底上げしてくれるということが起きていきますので、ね、まずはこの心の豊かさ、時間、労力、言葉、感謝をきちんと使って豊かさのこのタンクをね大きくしていきましょう。ね、まあ、とある居酒屋のチェーンで注文を受けた時に喜んでっていうね返事する居酒屋さんあるでしょ。ね、だから本当そのぐらいね何か言われた時に喜んでってねいう風にねやると、きっと本当心の豊かさっていうものがね表現されると思うんですよね。まあ、だから 100% さ、それを全部やりましょうってことじゃない？だけど、その出し惜しんでいる、できるのにやらないっていうね、ここのエネルギーを変えていくっていうことだけでも本当にね、変わっていくので、ね、あと喜んで、ね、そしてやってもらったらありがとうってね、この循環をね、促していきましょう。あなたの心が豊かになればなるほど、願いが本当に叶いやすくなりますからね。で、ちなみに、まあ、欧米ではお金っていうものをね、寄付という形でね、出していくんですよね。だから本当にそのケチっていうエネルギーが豊かさを阻んでいくっていうのを知っているからね、これお金もきちっと出していくっていうことをちゃんと体現されているんですよね。
そしてその先に出していく、出したことによって必ずそういうエネルギーが巡り巡って自分のところにまた大きくなって戻ってくるっていう、この法則を知っているから、ね、そういうことをきちんとやっているっていうこともあるから、まず私たちも自分の中からそのケチで出さないっていうものじゃなくって、ね、出していく、ね、そうすると必ずそれがね、自分のところに大きくなって帰ってくるっていうことになりますので、ぜひね、これをやって、心の豊かさを育んで、怖くない願望実現、ね、できるような存在になっていきましょうね。今回の動画は、怖いくらいの願望実現は心の豊かさと内面からの変化で叶うをテーマにお届けしてまいりました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が良かった、ためになったという方は、ぜひグッドボタン、ね、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして願望実現について、これどうなってるのとかね、疑問質問がありましたら、ぜひコメントの方でもお寄せいただければ、とっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。願望実現の女神、あやこでした。